車椅子を体験することで、高齢者や障害者に思いやりを持ち、自分にできるボランティアについて考えてもらおうという体験学習が、鳥栖市の小学校で開かれました。体験学習に参加したのは、鳥栖市の若葉小学校の4年生およそ60人です。児童に車椅子を体験させることで、実際に使っている高齢者や障害者に思いやりを持って行動できるようになってもらおうと行われました。児童たちは車椅子を使っている人の日頃の生活の様子や環境などについて話を聞いた後、実際に乗って段差を乗り越えたり、自動販売機で買い物したりするなどして、普段の生活との違いを体感していました。車椅子を乗ったことがなかったので、こんなに大変だと思いませんでした。困っている時には手助けしたりしようと思いました。この体験学習は地域住民の発案で始まり、毎年行われているということです。